どうも、キリスネカイマトです。ポジション、クワガタ。ユーラシア。アフリカ大陸だ。というわけでですね、今回マズラビデオ雑学シリーズでございます。というわけでですね、世界情勢に詳しいミスター関を呼んでいます。うわふふーどうも、ウジュビです。ナイスいやー、ミスター関、パンゲタリ、ぶっ壊した。てめえか、本音。今回の雑学シリーズは、夏休みに入り、子供たちが夢中になっている昆虫採集。しかし、その昆虫の中には、命に関わる危険なものも潜んでるのね。というわけでですね、今回は触ってはいけない昆虫について触れていきたいと思います。最近 SNS で発見者という投稿を見かけるようになった赤いクワガタ。見た目はまるで真っ赤なクワガタだけども、クワガタではなく滅多に見ることのできないという希少な昆虫、キラズ原生と呼ばれてるのね。くれないかと思った。赤すぎだ。そしてヒラズ原生は主に四国や九州地方といった温暖な地域に生息すると言われており、近年は関西の一部や稀に関東で見つかることもある。すごいね。でもこういう指の下いるじゃん。いじっちゃいけない。そして体長は2から3センチで、体は赤く、足や顎は黒というツートンカラーになっており、活動時期は5月下旬から8月頃とされてるのね。真っ赤な見た目で珍しい昆虫のため、見つけるとつい触ってしまいそうになるけども、それはとても危険なのよ。ヒラズ原生は掴まれたりつままれたりするような外からの刺激を受けると、体や足の関節部分からカンタリジンという黄色い体液を出し、その体液が皮膚に付着すると水ぶくれになったりかぶれたりして、やけどのような症状を引き起こしてしまう。体液をかけられても命に関わるほどではないけども、遠くから離れて観察する程度が良いとされている。俺も白いの出せるよ。対抗するな。そして海外でも危険な生物が存在してるのよ。2023年7月28日付でアメリカ疾病対策センターが発表した最新の研究によると、2010年以降マダニに噛まれたことで肉アレルギーのアルファガル症候群を発症したと疑われる症例が大幅に増えており、症例のいくつかはこのマダニが少ないとされている州で発生しているのよ。よくね、そこら辺にもね、トコジラミがね、トコトコ歩いてる。怖いんですか。うん、ギリ肉眼で見えるぐらいでかさ。そうだね。犯人だろ。そしてこの症例で最も一般的に見られるのが胃腸症状で、下痢や嘔吐などが起こってしまい、ジンマシンが出る患者も報告されている。しかし反応が激しいとアナフィラキシーを発症する患者もおり、呼吸困難など深刻な状態に陥ることもある。この他にもニューヨークでアブラムシの大量発生や、韓国でラブバグと呼ばれる虫の大量発生、そして中国でも例年とは比べ物にならないほどの虫の異常発生が起きているのよ。その国や地域に今までいなかった虫たちまでもが発生してるけども、これらは地球の異常気象による温暖化が関係していると研究者は語ってるんだよ。上手に飼いなさい。海水なんだよ。今まで赤道地域にいた虫たちが衣服や荷物に紛れて運び込まれてきており、北上してきてる。過去にも同様なケースは見られたけども、気温差などで生命を維持することが難しく、大量発生することはなかった。子供たちが夏休みに入り自然に触れ合う時間が増えている今だからこそ、注意していかなければならないね。珍しい昆虫を見たからといって容易に手を出すことで命に危険が及んでしまう可能性がある。なぜ南国の虫たちが北上しているのか。それはポールシュ終わったの。始まりました、馬面の都市伝説講座初級編。まあ自分以前原子力機構で働いてたんですけど、日本はほぼ確実に台湾有事に巻き込まれていくからね。 DMM でしか本当に言えないからね。 DMM の皆さん、こんにちは。